お願いいたします。2件読み上げがあります。臨時閣議の概要について申し上げます。一般案件8件が決定をされました。大臣発言として安倍総理大臣及び甘利大臣から平成27年度予算編成の基本方針について、石破大臣から町人仕事総合創生総合戦略について、安倍総理大臣及び甘利大臣から地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策についてそれぞれご発言がありました。先ほど臨時閣議において地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策および平成27年度予算編成の基本方針が決定をされました。この緊急経済対策をスピード感を持って実行すること、それによって個人消費のテコ入れと地方経済の底上げを図り、経済の好循環を全国つづらに拡大をすることができると考えており、速やかにその実施に努めてまいりたいというふうに考えます。また予算編成の基本方針では、経済再生と財政健全化の両立に向け、政権を設けずに大胆に歳出を見直しをし、民主主導の持続的な経済成長を促す施策を重点化を図ること、来年度の財政収支改善目標の達成に向け、最大限努力すること、こうしたことが基本的な考え方が示されております。私からは以上であります。はい、はい、経済対策の裏付けとなる補正なんですけれども、年明けにも決定される見通しですけれども、これ、政府としてですね、どのような姿勢でこの編成に向かっているのかなでしょうか。まずですね、今、予算編成のこの基本方針の中でですね、まずこの補正は、経済の脆弱な部分にこの的を絞ると。さらに地方にアベノミクスの成果を広く行き渡せると、こういうことを目指していきたいというふうに思います。でさらに、この財源についてはですね、税収の自然増や、あるいは25年度剰余金、26年度予算の不用等を活用することによって、国債発行は行わないということにしています。いずれにしろ、具体的な財源については、この補正予算の編成過程の中で、財務省において検討が行われると。いずれにしろ、個人使用費の弱さや地方ごとの景気のばらつき、そうしたものを踏まえて対応すると、そういうことです。はい、共同通信の辻です。今回の経済対策は衆院選終わってから2週間足らずというのが決定となったんですが、決定に至る過程でスピード感というのはかなり意識されているということでしょうか。まずですね、総理自身、試食の、数字もあったわけでありますし、このまた円安によってですね、この輸入材のこの高騰、さらには消費税の影響が非常に大きかったと、そういう中で、まさに地方消費というですね、これは甘利大臣が言っているように、ピンポイントに絞って、この対策を当初から考えてましたので、それに沿ってですね、短期間の間でありますけど、年内に取りまとめることができて本当に良かったというふうに思います。はい、共同席です。ちょっと別件ですみませんが、はい、日韓関係について2問お伺いします。安倍総理と朴槿惠大統領の日韓の正式な首脳会談は、去年に続いては今年も行われませんでした。来年中に会談を実現する意欲というとですね、あとまた朴大統領を日本に招くという意向があるんですか。まずですね、日本と韓国というのはいつも申し上げてますように、隣国であるがゆえにさまざまな問題が存在していることは事実であります。しかしまた同時にですね、両国が北朝鮮問題など地域の平和と繁栄に、共に責任を持つ重要なパートナーであります。
安倍総理はパク・クネ大統領ともですね、APEC の有志会でさまざまな話をしました。またその後、大統領からですね、日中韓外相会談を早期に開催をして、首脳会合につなげていきたい、そういう発言もあってですね、総理としては日本として協力していきたいとの考えをこれは伝えてあります。ただ、我が国はですね、対話のドアは常にオープンであって、さまざまな対話を重ねて未来志向の関係を構築していきたいというふうに思います。さらに、現時点で首脳会談の見通しがあるわけではありませんが、対話のドアは常にオープンであってですね、対話にあたって何らかの条件は作るべきじゃないと、このように思っています。はい。首脳会談の環境整備の一環として、慰安婦問題を巡って、韓国が求めている日本政府の公式の謝罪ですとか、賠償などを講じるということは、選択肢としてはあるんでしょうか。慰安婦問題に対しての我が国の基本的立場はですね、またそれの取り組みというものもですね、従来から述べてきた通りでありまして、粘り強く韓国に説明していきたい、こういうふうに思います。よろしいですか。はい、ありがとうございました。